はい、どうもゆうすけです。本日がポニータとガラルポニータのコミュニティデーということでやっていきたいと思います。今回実装される特別技がワイルドボルトということなんですけども、まず通常の関東のギャロップですね、これミンポケさんのホームページで見てみると、まあ、技がですね、ニトロチャージ、大文字、熱風、ドリルラン、レッサー、大地といった感じでね、まあ、基本的には、まあ、今までは炎タイプの技プラス地面技ですね、まあニトチャードリライって感じでしたかね。そしてガラルのギャロップなんですけども、こいつ技めっちゃ覚えるんすよね。技がじゃれつくサイコキリス、のしかかりベガホーン、ジマバルキー、もうこの5つの技はもうどれも使えるっていう感じなんですよね。プラスワイルドボルトは今回加わるということなので、つまり今回は特別技ワイルドボルトを覚えている子と覚えていない子、それぞれスーパーリーグとハイパーリーグ用で用意する必要があるっていう形になってくるんですね。ヌメルゴンの雷パンチ搭載してるのとしてないのとか、それからタチウスタグマのブロッキング搭載してるのとしてないやつとかね、今までこのパターン何度もあったんですけども、まあ今回もそのパターンです。最大 CP が2782ということで、まあ、マスターリーグではきついので、まあ、スーパーかハイパーとなってくると思います。そしてですね、なんと通常のポニータがですね、最大 CP が1919ということで、なんと通常のポニータもですねスーパーリーグで生きる CP になるんですよ。なんでまあ PVP で使える個体値の子をゲットしていけばいいんじゃないのかなと思っております。で、通常の関東のポニータに関しては、まあ、ギャロップハイパーリーグ9位と、それからギャロップのスーパーリーグ4位個体それぞれ持ってるんで、まああと、まあ、1体ずつですか、ワイルドボルトを覚えていることを覚えていない子1体ずつなんで、まああと1体ずつゲットできれば OK っていう感じですね。ガラルに関してはもう全然ですね、まあ、一応用意しといたかなぐらいな感じなんで、まあ主にガラル取っていきたいと思っております。で、あと1分で始まりますので仕込みしていきましょう。まずメガ進化ですね、今回何しよっかな。どっちにもねかかる子がねタイプ的にいないんで、とりあえずエスパーのメガ進化で適当な、もうこれでいいわこの子でいいです。この子ね、メガレベルマックスなんでね、もうメガレベルマックスだったらもう何でもいいでしょう。ほんとメガレベルをマックスにしてるのとしてないのとではね、もうムライダーアメの量がね、雲泥の差ですからね、とか言ってるうちに14時になりましたということで、今回砂がね、まあ、3倍ということなので、とりあえず星のかけらを焚いていって、で、あ、出てきましたね。で、あとなんだ、ちょっと落ち着け落ち着け。やることいっぱいだ、まずお香を焚いて、お香焚きます。オッケーで、悪空切断も使っちゃいましょう。悪空切断ですね、とりあえず2時間使っちゃいます。まあね、砂を使うんですけども、で砂はねゲットしてね、どんどん回収していけばいいっていう感じでいいと思うんで、もうガンガン取っていきましょう。なんか関東がいない、あーなんかが、あ、関東はいるね、関東いるけど、なんかガラルが多い。でもガラルが多いのはめちゃめちゃありがたいですよ。じゃあゲットしていきましょう。あ、で、あれですね、もうここら辺まで出るようになりましたね。悪空切断マジで優秀すぎでしょ。で、今回ですね、ありがたいことにスペシャルリサーチですね、こちらありがたいことに今回もですねフレンドさんからいただきました。本当にありがとうございます。ではこちらも進めながらやっていきたいと思います。今回もセリフないの、セリフないの、いないの、こういうのこういうのいないの。あー、なんかウィローもリーもなんか今回はなんかサボってるっていう感じですね。ではまず一通り、ここら辺の子をゲットしていきましょう。ちょっと最初の色違いのね瞬間はねちょっとカメラに収めておきたいところですね。あ、捕獲キャンセル失敗しちゃったよ、まあ、最近ねちょっとね仕様が変わってね捕獲キャンセルがね若干やりづらくなったんですよね。ちょっと上にクイってね、なんかこれなんか伝わる人には伝わると思うんですけども、上にクイってやんないとね捕獲キャンセルができなくなっちゃったんで、それがちょっときついところですけども、お、来ました、色違いでございます。開始2分ですね、まあ、コミュレーだったらコミュレーだからこの速さでの色違いをゲットすることができます。25分の1ですからね、もう色違いウハウハな日でございますよ。もう普段ね全然色違い取れないですからね、運が良くなら取れないですから、コミュニティデーはね、まあ、やればまず取れるということでね、まあやっぱライトに楽しめるイベントということでね、なんだかんだ言ってこれ毎月ですか、もう続けてくれるのはありがたいですよね。なんだかんだ言ってコミュニティデイの機能が実装されてからもう6年経つんですか。
もう毎月のね恒例行事と化してますよね。今日のねこのポニータもぶっちゃけると多分 PVP をやらない人的にはね、まあ、正直そんな魅力ではないポケモンだと思うんですけども、でもまあねこうやっぱ月1でねこうやっぱまったりポケモン GO ができる日があるというのはね、それだけでも価値がありますよね。では有料のタスク2ページ目です。あとポニータとガラルのポニータを進化させるでこれ完了ですね。せっかくなんでちょっと色違いを進化させてみましょうか。どんな感じですかね。てか可愛いですよね。なんかここはメルヘン牧場かっていう感じですよね。いっぱいもうガラルのポニータがいっぱいいるとマジなんかもうディズニーのファンタジーランドに来てんじゃないかっていうそういう感じですよね。おおメルヘンメルヘン、おーだおーおーだ、なんか光った光った光った光る、ええこれ、おおすげえ、えおおこれ光りますよ、おおおこれいつまでも眺めていられますね。にしても今日も暑すぎます。いやー早く夏終わってくださいよ。もう暑いのはねそろそろねもうなんかもう体的にねもうきついですね。でラストがまあおそらくここでしか見えないであろう野生のガラルギャロップですね。おーなんかかっこいいな。というわけでねあとはねこの小川町でねざーっとまあ乱獲して、まあ天候も運がいいことに雨なんでねブーストかからないんでね、こうブーストかからないうちにちょっといろいろ撮っていきたいと思います。今日の小川町はこんな感じでございます。とても秋ではございません、夏です。いつになったら秋は来るのでしょうか。ウスバカゲロウという虫がいっぱい飛んでおります。いや平和ですね。平和だけどめちゃめちゃ暑いでございます小川町は。はい、では開始から1時間経過いたしました。今のところ豊高としてはとりあえずね2桁台がいればいいと思っているので、ハイパーリーグ55位が1体いました。それからこれなかなかいいんじゃないですか、ハイパーリーグ5位の、ガラルギャロップですねがいました。これいいですね。2位、それからスーパーリーグ8位の、まあ、関東の、まあ、ギャロップですかゲットしました。それからポニータですね、スーパーリーグ用のポニータもこれガラルポニータですね24位いました。あとゲットしなきゃいけないのはハイパーリーグ用の関東のギャロップ、そしてスーパーリーグ用のガラルのギャロップを2体ですね。では行ってきたいと思います。はい、それでは大体2時間ほどやりまして、いやもうコンプリートを果たしました。まずスーパーリーグ8位の関東ギャロップに、スーパーリーグ4位の関東ギャロップに、ハイパーリーグ9位の関東ギャロップに、ハイパーリーグ64位の関東ギャロップに、スーパーリーグ6位のガラルギャロップに、スーパーリーグ21位のガラルギャロップに、ハイパーリーグ5位のガラルギャロップに、ハイパーリーグ48位のガラルギャロップということで、無事ミッションコンプリート。そしておまけにスーパーリーグ40位の関東のただのポニータに、そしてスーパーリーグ24位のガラルのただのポニータと、いやもう完璧ですね。一応今回はね、まあ、進化させたんですけども、まあ、どっちかをねワイルドボルトを消してという形で対応したいと思います。特別技はね後から覚えさせることはできないけど、ただ後から消すことはできるので、迷ったらとりあえず進化がいいと僕は思っております。今日はね運がいいことに天候にも恵まれましてガダルにも関東にもどっちもブーストは開かなかったと、まあ、これが2時間で厳選できた一番の要因ですね。ミッションコンプリートしたということで、まあ、一足先に今日は切り上げて帰って編集してマッハで編集してで頑張ってこの動画今日中に上げたいと思います。皆様は今回のポニータのコミュニティでいかがでしたでしょうか。とりあえず一つ言えることとしては可愛い、そして色違いはもっと可愛いということですね。癒されましたね。なんか牧場にいるような気分になりました。ファンタジーな気持ちになりました。ファンタジーランドですね。コメントお待ちしております。それからもしまだチャンネル登録されてない方いましたらぜひこれだけチャンネル登録、それから高評価などよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でアディオス。